はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。イース8、続きをやっていきましょう。第3部に入りまして、ダーナパートが終わったところですね。で、またアドルに戻ってきましたので、とりあえずここは出る感じでいいのかな。まあ、広場に向かいましょう。お、イベントですね。あ、こいつはあの時ぶっ倒れてたガキじゃないか。前方にアドル発見。あれ、ってかなんで知ってんの。それ、全速前進。あー、甘い。この私、必殺のタックルをかわすなんて。誰だっけ、なかなかやるなって。いや、本当に誰だかわからん。クイナ。いやいやいや、普通にわからんよ。なんで知り合いになってんの。クイナ、その辺にしておけよ。やば、ドギだ。アドル、待ってね。まあ、1週間経ったのね、もう。なんだ。変わった経緯。港で遊んでいて荷物と一緒に潜り込んだってさ。彼女のあの服はもしかしてって。ドンバルディアの繊維服。はあ。てかさ、遊んでたところさ、潜り込んだってなってたらさ、両親心配してるでしょ。今何日くらい経ってんの、ここに漂流してから。その間ずっと行方不明なわけでしょ、親からすれば。本人も無邪気だよな。まあ、とりあえず呼んでこいと。お、また始まった。これ誰だっけ、名前がまだ覚えてない。ディナ、大ヒット間違いなし。何か、交易所に新商品、プレゼントアイテムを入荷。いや、でもさ、もらいたくない人からさ、プレゼント渡されてもちょっと微妙だよね。ここは意外と優しいんだにして口説いときましょう。意外とって。そうか、意外とっていうのはつけちゃダメなのか。プレゼント、気になる漂流者に渡すと特別なイベントが見られるかもと。もう物で釣るってことっすよね。まあ、基本的にはやっぱね、物で釣るのが基本ですからね。好感度、まあ、ここは前も出てた気がする。ちょっと地図を見て、あ、そうっすね、こっちに行けばイベントポイントがあるので向かいましょう。もうそのまま直に行っちゃっていいかな。落車がいますね、落車が。墓参りか。まあ前を向いて行きましょう。まあ、みんな同じですよ、そんなのは。
いや、かっこいいと思って、いや別にかっこよくはないよね。これが若さか。まあきっと大丈夫でしょう。そうだな、残されたものの役目は生き抜くこと。確かに船なんてね、作り方全然わかんないしね。てかさ、船長だったらさ、船作れんの？別に船長ってさ、船を作る人ではないでしょう。でも船を動かすために船の構造を熟知してるってことかな。まとりあえず諦めるわけにはいかない。こんなところでのたれ死ぬのは嫌だ。まあ、やれることからやっていきましょう。島の地図作り、まあ、漂流者も確かにね、見つけないとね。北部か。いや、この山越えるのは大変でしょう。まあ確かにね、通るには通ったけどね。どう考えても向こう行けないでしょう。それこそさ、なんか小舟でさ、島の北側に出れないの？あんまり沖の方に出なければ、あのタコみたいなやつとも遭遇しないような気もするんだけどね。こう海岸伝いにさ沿っていけば。ジャンダルム、憲兵さんっていう意味なんだ。ああ、まあ確かにエアランに任せれば大丈夫そうだしね。まあ安心してお任せできますね、こいつだったら。おお、すごいね。エアランが工芸屋を始めた。
腕防具作成とアクセサリー作成、アイテム分解ができるようになった。工芸屋、ちょっと工芸屋覗いてみますか。工芸品を作る。分解っていうのは多分あれなんでしょうね、素材に戻すっていうことだと思うんで。あ、こういうやつね。あ、いいね、耐性がつきつつ攻撃力とかも上がる。スキル熟練度プラス2、これもいいね。っていうかさ、なかなかレアな素材を必要とするな。防具、アイアンシート、ラテカ樹脂か、足りないね。3つ作るとなると、ガントレットなんて全然足りないわ。ジャモンカラみたいなのと残光バネ、あー、また来い。ちょっと今手が出せないな。お薬屋さんはこいつがやるのか。こんにちは。まあ持てるだけ持っておきましょう。ヒールポーション、またどうぞ。空き瓶って今3つか4つくらいあるかな。あとなんか武器変わってるかな。何を鍛えるの。てか武器は鍛えるだけか。鉄鉱石も足りてないのか。もういいの。あとはちょっと防具。今日はどんなよ。お、国鉄の鎧、赤獣の胸当て、いや全然足んねえわもういいの。ちょっと素材を集めてからだな。ジャンダルームに向かう前にちょっともう少しね、見ときたいところとかがあるんですよね。ここの地域とか、探索してないところが確かあったはずなんで、ちょっと覗いてから行きたいと思います。あれ、イベントが入ってるか。あ、ヒュンメルね。まああいつの目的がちょっといまいち分かんないですからね。うん、落車の知り合いもなんか流れ着いてそうですよね。誰か分かんないけど。あの高い山を目指すのか。ちょっとワープしちゃいます。一旦ちょっとロングフォー海岸に行って、今さら何を言っているのです。シャキッとしなさい。まあ、突っ走っていきましょう。おっと、たくましくなったな。こっちのね、奥の方にまだ行けるところがあったはずなんで、ピックアードを捕まえてそのまま村に戻っちゃいましたからね。地図的にはそう、こっちの方、左とかも行ってないっすね。あー、このカニかー、これはちょっと変えよう。で、もう使っちゃおう、これ。あれ違ったっけ。そうか。あれなんだ、そう、釣りしちゃったよ、釣り。強いんだかよくわからん。よし、あれ、もう一回出てきた。ブレイクしてるんだね、こいつも楽勝だから。天狼閣、あー、宝箱、おー、いいね、完熟ココヤシ。復活系はもう果物で大丈夫そうだな。あれで、あとこっちに行ける、上の方もちょっと行けそうな気もするんだけど、ちょっとこっちから覗いていきますかね。で、それでどこ行くんだ、こっちに出んのか。何かあるぞ。おお、なんか身がいっぱいあるね。ナスビ、
こんなところにナスビが。でこっちは地図的にはまだ行ってないんで。おっと、何が一番難しいんだろう。これすげえ食らったな。なかなかブレイクしたかな。あ、クラクションが来た。任せろ、行くぞ。剣道閣をだいぶ手に入れたね。これは2段ジャンプがあればいけそうっすね。こっち見たりっす。でこいつらはちょっと下として、宝箱がなんでこんなところに針のリストバンド、まあ、多分攻撃力上がるんだろうね、名前からして。いやでもこっちはいけないのか。二段ジャンプ的なものがないといけないのかな。まあ、カニはちょっと地下としておいて、あとここか。あれ、こうやってどかせないの。さすがにどかせないか、このごっついやつは。じゃあちょっとさらに、黄色いところですね、上の。さっきみたいにまだ取ってない宝箱とかがありそうなんで、ちょっとそういうのは回収していきたいですね。まあ、北に向かう前に南を制圧する。水と森の丘。あれ、こっちなんだ、全然よくわかんない地域に出てきたけど。あー、なんか霧が出てんな。おー、この上の方に行って、これは、お、いけるね。12人、支援要請。みんなもな、ここまで来るのも大変だよね。ありがとうございます。皆さんのご協力に感謝します。てかめっちゃわけわかんないとこに来てんだけど、これいいの、こっち来て。なんかイベントも始まってるし。お、これは人がいる形跡があるし、さらにセーブポイントがある。セーブポイントっていうか回復ポイントか。セーブはどこでもできるから。お、生存者。なんか危ねえもん持ってるけど大丈夫か。ただ女性は大歓迎だ。見られた。私はミラルダ、グリークで旦那の料理を手伝っているわ。ち、既婚者か。船は食材の買い付けの帰りに乗ったんだけど、あなたたちもロンバルディア号の乗客ってことでいいのよね。おお、見てたの。ええ、愛用の包丁。え、6人もいるの。そもそも主婦に見えない。
応ちょっとセーブポイントに触れて、あれここってこれで終わりだってあそこさ封鎖されてたからさ、この空間だけで生きてたの。まあその分ねモンスターも入ってこないからね、安全といえば安全だったのか。まあ山菜だけで暮らしてたんだな。そうすると魚とかはもうどう考えても取れないからね。であとは全然あれだな。あ、なんだ草のモンスターか、ってか恐竜がいるな。あ、くっやばい、こいつはやばいやつだ。マジか、ちょっとこれで取りたい鉄鉱石。よし、いいねいいねいいね。え、マジ超いっぱいいるじゃん。しかもこっち、おちょめっちゃ追っかけてきてるし、いやばいでしょこれ。お、怖い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 。え、てかここまだ来るべきところじゃない、レベルが高すぎるよ。56レベルだよちょっと待ってちょっと待って、ちょっと地図を埋めつつ、行き止まりかよこっち。でもまあ基本的に走ってれば食らわないかな。お、宝箱宝箱回収してこう。技師の帯なんか良さそうなものがね、こういうところにあるから、攻撃を受けると SP 入手。あー SP ってどっち、青いメーター、黄色いメーター。ここにも鉱石があるっぽいから回収していこう。鉄鉱石いいね。ちょっと怖い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 。いや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 、おーおーおー、吠えてきてるよ。怖え、マジ怖え。あっちに入り口があるけど、あの木をラテカ樹脂もね必要だからね。くれ、よし2つ、これで作れんじゃないか。完全に逃げ回ってるけど OK、 とりあえず逃げたけど、いやこの先無理でしょう。あ、これここに出んのか。なるほどね、獣たちの丘だ、そういうことか。あー、こっちの方からこっちに出てきたってことか。でここがさっきミラルダだっけがいたところで、あれここはなんだっけ。ここもねラテカ樹脂がある時があるんで、ちょっと壊してから。おお、いいねいいね。じゃあちょっと一回戻りますか。そう、あとね気になるところはここなんですよね。ここも11人でどかせるんで、ちょっとこっちの方もなんとかしたいっすね。まずラテカ樹脂が手に入ったんで盾を作りましょう。3人分、もうヒュンメルの分とか作ってらんないよこれ材料的に。こいつに作ってもらいましょう。もう見ていけよ、アイアンシールド。これ上がるよね。てかヒットポイントがなんか下がるな。でも防御は上がるんで作っておきましょう。持っていきな、でこいつも割って、持っていきな、よし OK。 そんじゃな、鉄鉱石も使ってるのか。あ、そうだそうだ、あとこれだ、掲示板、祈願の木、新しい薬、アギアギラ、ね、アギアギラって、まあ、大国渓谷か。サハドリヒト恐竜村の、まずはこいつに話しかけよう。アギラギラアギアギラだし、任せなさい。で新しい薬、話をする。なるほど。え、輝く粘液、輝く歯いや無理でしょ、そんなレアなものどう考えても手に入れられないんだけど今の状況で。であとはサハド、
なんか第2部で残してたやつあったっけ？全部消化したかな、まあ、全部消化したかは分からないけどやれるもんはやったかな。願い事を書いて木に飾る風習祈願の木、七夕みたいですね。うん、いい案じゃないか。いい木って言ってもさ、展望台を作った木はダメなの？変わった見た目。よし、探してみましょう。よし、あとはちょっとここもどかしたいので、というところで、じゃあ今回は、まあ探索だけになっちゃいましたけれども、これで終了して、まあ、次回はね、またちょっとさっきのところの11人でどかせるところをやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。